ハッとするような鮮やかな赤や紺、そして白モダンでシャープな印象に絵とを染めたハンカチや風呂敷です染め物の中でも印染めといわれる染色技法を活かして作られています印染めとはその名の通り目印になるようにのれんやのぼり、風呂敷に 花紋や矢後をくっきりと染めることを目的にした染め物ですその始まりは室町時代と言われています歴史ある印染めを現代のライフスタイルに合わせて進化させようと挑戦しているのが今回の主人公印染工房杉下三代杉下英二さんです杉下さんは 全国の寺や神社から祭礼に使う印染めを任されています左京区金海光明寺もその一つでこの門幕も杉下さんが手掛けました 一番多いのは、やっぱりお祭りのものを作っているものが多いんです。手拭い、反転、旗、幕、上りっていうのが印染めで使われるんですけれども、あのそういう祭礼って一年に一回なんですね。本当に晴れの日なんですよ。だから、普段じゃない、ここ一番の日が、ね、に使っていただく染め物が印染めです。どういうふうにして、そのマークを浮き立たすか。 やっぱり和装とかアパレルさんは調和が大事だと思うんですよただ我々の仕事は透明でもはっきり見えるやっぱりインパクトを染色しているような感じをしてますね自分では下行区四条大宮にある杉下さんの工房では主に型で染めるテナッセとハケで染める引き染めという二つの伝統技法を使っていますテナッセは 型を置き、スキー字というヘラを使って一枚ずつ染料を混ぜた糊で染める技法です斑点や手拭いなど数の多い注文に向く染め方です文字や紋章は注文ごとにデザインを起こし型紙を作ります最近ではコンピューターを使うことが多くなりました 型を抜いた部分を染めるのがテナス線であるのに対し引き染めは型の部分に持ち糊を置き防染することで真っ白に染め抜く技法ですこの日は若手落語家桂二豆さんのご引き筋からの注文があり絹製の楽屋の蓮を染めていました印染めで一番難しいのは色の調合です 色に力ってあると思うんですよやっぱり赤見たら元気になるとかオレンジ見たら楽しくなるとか紫見たら崇高な感じがするってやっぱりみんな同じイメージが起こるんですね人の心に色っていうのは影響さすんでそれをうまく表現できればなと思って染めてます染料の配合を微調整しながら目指す色が出るまで試し染めを繰り返します この線量の中でなかなかあの緑っていうのがいい染料がなくてちょっと濁った染料が多いので綺麗、えー、なブルーとイエローを使って一回綺麗にしておいてからグレーを打って少しくすましてやるっていうそういう作業をしてます綺麗な色を使うことによって色の深みが出るんですよにまめさんの豆の色っていうのは、ね、緑ですし最初はもうちょっとお薄っぽい豆にしようかなと思ったんですけど若い方だとお聞きしたのでちょっと元気な きれいめのグリーンにしてで煮豆さんなんで豆が煮たら茶色くなっていくんでで下の方に少し茶色のぼかしを入れて煮豆さんっていう雰囲気もちょっと面白いかなと思ってそういう風にデザインさせていただきました引き染めはその名の通り刷毛を引いて染める技法です染めと白地のところが微妙に滲んだような優しい表情になるのが本来の持ち味ですが現代では 印刷のよよううななシャープさが求められるようになりました。くっきりはっきりとしたシャープなエッジそれを際立てるムラのない均一な染め上がり発色の美しさこれぞ印染め工房杉下の手仕事です京都の街を彩る店先ののれんも印染めです野後を記すと同時に、 季節ごとに色や図案、素材を変えて客を迎えるもてなしの心を表しています思いが入った染め物が印染めだと私は思ってるんですよのれんなんかですとやっぱりあの代々つながってきたそのお店の由来だとか誇りっていうのを染めてるっていう私たちが支えて歴史を作っていってるような思いでさせていただいてます 杉下さんはお客さんとの対話の中から用途や格、季節や環境に合う色やデザインを見極め、それを的確に形にします。思いを汲み取る。その感受性の高さが杉下さんの強みです。そんな杉下さんに2019年、ある難題が持ちかけられました。 300年前に尾形光琳が直筆で染めた小袖のレプリカの制作です東京国立博物館で開かれた特別展着物に合わせた依頼でした使ったのはインンクジェットプリンター印染めの高い技術に裏打ちされた再現力は関係者を驚かせました これだけあの写真から染めてもらえるのは僕らにしたら奇跡ですよ。技術的なね、友絵の風合いとか書絵の風合いとか、これは素晴らしいですよ。もう東京の博物館の先生方も最初見せたときはもう驚いてはりました。これから復元の中でこういうもんも取り入れできたなとは思ってますね。そんな。 妥協を許さない杉下さんの仕事がパリコレデザイナーの目に止まりました創業昭和十一年印染工房杉下三代杉下英二さんこちらは 世界的ファッションブランドコムデ・ギャルソンのデザイナー渡辺淳也さんからの依頼でレーヨンを染めたジャケットの裏地です。量産型の型染めで引き染めのようなぼかしを表現してほしいという難題に挑んだ力作です薄い色から濃い色へ10枚以上の型を使って染料を重ね刷毛で染めたような風合いを出しました 自分ではもうちょっとかなと思って、まあ、お見せしたらいやもうこれ以上のものはないよって言ってこれで十分だって言ってあの OK 出していただいて自分の染めたものが世界に出ていくもうパリのこんな世界の超一流のところのショーに出ていくっていうのを実感させてもらってなんかもう自分も感無量でなんか一つ何て言うのかな自分で階段を登れたような気がしました。 そんな新しい印染めの仕事のきっかけとなったのが2011年東日本大震災からの復興をテーマに杉下さんが企画に関わった東日本の職人と180人のクリエイターが作る印染めトートバッグ展です。 デザイナーさんから「印染め屋さんの染め物ってこんな綺麗な色が出るのか今まで違うところで染めてたけどこんな色見たことがない」っていうようなお話をうちだけじゃなくて他のところもあっちもこっちもそんな話が出てきてあ我々の仕事ってそういう仕事なんだっていうことに気がついてみんな印染め屋さん個々が各地方でデザイナーさんとお仕事する機会が一気に増えましたなんか新しいことをチャレンジしてみようっていう元気になったんじゃないかなと思います。 そんな印染めの仕事に惚れ込んだ一人が数々のヒット商品を生み出すアートディレクターでデザイナーの関本昭子さんです杉下さんは関本さんと手を組み2016年にオリジナルブランド印染め杉下を誕生させました日本を象徴する赤染めの原点藍そして白鮮やかに ハンカチと風呂敷を染めました。杉下さんが率いる工房のスタッフは現在15人。コロナ禍の今、印染にできることは何か。ここに考え実行するをテーマに、スタッフ主体のオリジナル商品の開発を進めています。 昔みたいにいつまでもバケツ洗い10年みたいなねそんな厳しい修行じゃなくってみんなが楽しく笑いながらそして経験積みながら仕事していけるような環境を作れたらなっていうふうに思います印染工房杉下三代杉下下三代英二さん一目で情報を伝えるためにくっきり染める。 個々にゆっくり考えるそして杉下さんはじっくりと印染めの未来を見つめているのです。